番てめえみてえなクソがこの俺を終わりです、若。やめろ、今の俺はこの国で正義を全うできる。本当だ、俺は力を持って生まれ変わったんだよ。だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつでおやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えのきかない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若なら、どん底からまた這い上がれますって。そのためなら、俺も昔みてえに、ずっと、いつまでも、そばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。
そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が。それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせとも。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。バカ。離れろ。来たらこいつの頭を吹っ飛ばす。もうやめてください、若！おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと？親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる。鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。俺もう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください、お願いですから。そっくりだな。え？つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かす。
つなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。言ったでしょう。俺は若がどんな人間かよく分かってるって。もしかしたら若何もかもリセットしちまいてって、どん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたらここを目指すんじゃねえかって、そんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。そいつは俺に預けちゃくれませんか。始まったんだ。夢のって女覚えてるか。夢の、俺とお前の人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ、堀之内の神さんになってたよ。都知事になる前、奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったがな、そんな俺にあの女なんて言ったと思う。あなたには持って生まれた知性と品性を感じますだとさ笑えるだろ裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよどうだ傑作だろわかん。所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え、体を変え、人は殺してまで追いかけた権力ってのは。誰も本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ若。
おやさん、荒川の親父とは沢城の頭だけ、ずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見たとき、それが荒川正人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない、大事な人なんですから。またお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分でつながっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさんや沢城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一、あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。これお願いです、お願いですから、分かってください。お願いです。心配かけて悪かった。私は今から自首する。後の整理は、いや、もういい、好きにしてくれ。ひどいじゃないですか、青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。
もば誰も望まない抵抗は負けは認めないぶっ飛べクソ祭り粋な祭りリーダーだけ一番やってやれ暴れた人生一からイエイエイエイI'm not afraid to die.
よく来てくれましたね、堀之内さん。なるほど、君だったか、匿名の呼び出し人は。確か神奈川県警の足立ですよ。免許センターにいましたが、定年間際に懲戒免職を食らいましてね。ふん。あれ、ついこの間の話ですよ。俺のことは覚えてるでしょ。立場上自由な時間が短いんでね、本題に入ってもらえないかな。で、東京の近江連合にはまだ逃れている罪があると、そういうことだったか。ええ、俺はその証拠をミレニアムタワーにある荒川組の事務所で見つけました。あなたがご存知かどうか、もともとそこには青木知事が荒川真澄殺害を示唆する音声データがあるとされていたんです。だがそれは春日一番とその一味のブラフだった。近江連合の天童や知事をおびき出し、自白する動画を撮影するためのな。さすが、よく把握されてますね。おや、こちらの若い衆は堀之内さんの部下で。警視総監にとって都内の警官は皆部下だよ。ごもっともで。それは、音声データはブラフでしたが、荒川組を矢探ししていた天童たちは実は別の面白いものを見つけてしまったんですよ。平たく言えば荒川組に買収された者たちのリストです。何？先日横浜で殺された荒川真澄は、2年前の産経作戦から間もなく3億円という大金を方々へ送金していたようです。表には出せない賄賂ですよ。その金の流れを逐一記録していたリストが、組の若頭である沢城のパソコンにデータとして残っていた。それがこの中に入っています。まあこんなもんが急に出てくるとは、ひょうたんからコマというんですかな。おや、少し顔色が悪くなってきましたか、警視総監。荒川真澄の3億は海外の口座などへ複雑回帰に散らばった後、あんたや他の警視庁幹部たちの口座に収まっていた。近江連合が神室町で活動するのを目こぼしする見返りとしてね。だが巧妙に隠されたその金の流れも、このリストを読みながらであればはっきり追うことができる。で、その裏取りさえできたら、現役の警視総監はじめ幹部たちが収賄で逮捕って流れになる寸法です。この男を捕らえて持っているものを全て確かめろ。どうした、さっさとしろ。今さらジタバタしても遅えって、バカだね。もうとっくに警視庁の監察に送っといたよ。その腰が重くならねえように、マスコミ各社にも同じものをちょちょいのちょいとね。はったりだ。それでは君に何のメリットもない。懲戒免職にされて金もないだろうに。いや、残念ながらこれははったりなんかじゃねえよ、勝利宣言だ。総監、刑務部監察官よりお話があるとのことです。お前ら、あんたたちが荒川からの金を受け取ったのは、全部が全部私利私欲のためじゃない。急に途上会が消えちまった神室町の治安を守る必要にも迫られてたはずだ。荒川が近江を引き入れるのを黙認せざるを得ない状況もあったんだろう。そういう意味では立場的な大義名分もあったんかもな。でも総監、なんだ、
ただその大義名分のついでにあんた自身も自由に使える金を手に入れてたんだろ。数百万、数千万、いやもっとか。まあデータを細かく見りゃわかる。賄賂を配って治安悪化の責任からも逃れつつ、そこから抜いて小遣いまで手に入れる。やっぱり出世する人は違うね。結局自分の保身のためだったんじゃねえか。昔から変わらねえな、堀之内。貴様、俺はなずっとあんたのその顔が見たかったんだ。これは罠だ、策略だ、誰かの仕業だ。ああ、話せ、お前ら何をやっている。そうか、最後に一つ聞いていいですか。18年前の大晦日の晩、無礼なヤクザが神室町のクラブで絡んできたのを覚えていますか。何の話だ。いや結構です。一番、沢城城の刑期が決まったな。終身刑だって。なあ、今おやっさんたちにもその報告してたとこで。荒川正人は結局親父が沢城と知らされねえまま行っちまったな。荒川真澄も正人が息子だと思ったままか。鑑定？うん、そうよ。荒川との親子関係きっちり DNA で鑑定してもらえよ。十中八九間違いねえんだろ。尊敬するおやっさんこそ俺の唯一の父親。そう言えんのは嬉しいだろうし安心できんだろ。やだね、俺の親父は二人いんだ。桃源郷の店長春日二郎と荒川真澄。血のつながりがどうのと確かめたとこで、その二人が親だってことは何も変わりやしねえ。変えたくもねえ。そっか。お前らしいな。あ、いたいた。ちょっと何やってんの二人とも。もう始まるよ、荒川親子のお別れ会。よし行くぞ。
久しぶりだな、春日。ねえ、そちらのことは伺ってます。蒼天堀で警備会社を立ち上げたとか。ああ、極道やったもんが急に組織を解散させられて行き場なくしとるんや。それを見越して下準備だけは整えとった。本来なら荒川さんも手伝ってくれるつもりでいた。はい、俺もそう聞いてました。そしたらお前もどないや、春日。お前の親父さんのやり残した仕事や。大阪に来てそいつを手伝ったらええ。島野の狂犬ってな、思ったより随分まっとうなこと言うんすね。今日だけはな、その反動で明日から100倍暴れてるわ。せっかくのお誘いですが、俺の居場所はこの偉人町です。俺が来てからこっち神室町じゃ鳴かず飛ばずだった自分は、この町でかけがえのない仲間を持つことができました。けど俺はまだその恩を一つも返せちゃいません。行き場のねえ人間に何かしらの受け皿が必要なのは偉人町も蒼天堀と一緒です。だからおやっさんのやり残した仕事はここでもやれるって俺は思ってます。そうか。なるほどな。それで、いや、難波が心配してたからさ、春日君が元登場会にスカウトされちゃうかもって。だがそれは言うなって言ったよな。でどうなったんだいその話は。あんたこの町を出てくのかい。さっちゃん代わりに言っといてくれ。何度もシラフで言えるかよ、あんなこと。あのね、ほう、そんなこっぱずかしいこと。本当にそんな風に言ったのか、あいつ。春日さんらしいではありませんか。よ、もしかしてそのかけがえのない仲間たちって俺らのことか。もちろん私も入ってんだろうね。
底まで行きゃ、あとは上しか行く道がねえ。どん底から見える景色ってな、真っ暗じゃねえ。地に足つけて上を見上げりゃ、希望で輝いてんだ。あんたの言う通りですよ、若。